毎度ご視聴ありがとうございます。昨日国から非常事態宣言が一部地域に発令されました。政府の考えとして都市を封鎖するノックダウンは行わないと明言していましたが、今回はもしも東京都でノックダウンが実現したら鉄道はどうなるのかという予想を会社別にご紹介していきたいと思います。とその前に前提として覚えていただきたいことが3つあります。まず1つ目、ライナーを含む有料座席指定列車の運転は不可能なものとお考えください。なので説明にはあえて含みません。その理由は別の機会にお話しします。2つ目は県境の人列車の移動は一切ないこととします。乗務員の移動もないものとするので、回送列車であっても県境をまたいではいけません。極端な話、鎖国と同じ状態だと思ってください。3つ目はこれが現在の状態、つまりノックダウンが発令される前の準備は一切ない場合での想定です。だって準備しちゃえば何でもありじゃん。まず山手線については現状のまま、丸い緑の山手線です。通勤5方面作戦路線のうち、中央快速線は東京高尾までの運転、隣の相模湖行きが神奈川県にあるため中央本線との直通運転はできません。観光線は三鷹お茶の水駅間で運転、地下鉄東西線との直通運転は物理的には可能です。しかし東西線の車両の大半以上が千葉県の妙典にあるため輸送力は貧弱、飯田橋と東陽町で賄えるかなっていうレベルです。高崎線、宇都宮線はどちらも赤羽までで、大宮、赤羽間の東北本線の福々線はそれぞれで振り分けるなどすれば本数は確保できます。総武快速線は折り返しのある駅が錦糸町と津田沼にしかないため、千葉、津田沼間と大幅に削減しての運転。森田知事にあれだけ釘を刺されたのに利用する人なんかいませんよ。観光線も同じ区間で運転、東西線との直通運転は妙典までで可能です。東海道線は品川駅改良工事の時と同じように横浜止まり、横須賀線も横浜止まり、常磐線快速列車は上野・松戸間で運休、観光線も綾瀬・松戸間で運休とし、千代田線との直通運転はもちろんできません。上野東京ラインは北部車両基地所属車両によって上野・品川間でのピストン輸送、湘南新宿ラインは運転不可能ですが、代わりに池袋基地所属の埼京線によって新木場までのピストン輸送が行われるでしょう。京浜東北線は大宮赤羽間と鶴見大船間で分割運転、快速の運転は不可能です。横浜線は東神奈川橋本間で運転、快速運転は可能で京浜東北線との直通運転も可能です。南武線は川崎上りとかにて運転、快速の運転は区間的に厳しいでしょう。埼京線は大宮戸田公園間で折り返し運転、川越線との直通運転はあるでしょうが、池袋と相鉄線内の車両基地が使えないので本数は確実に少ないです。都内側では赤羽、臨海線、新木場間でピストン輸送ができるはずです。京葉線は東京南船橋間の大部分は運休となり、快速運転はできませんが武蔵野線との直通運転はできます。どうせネズミランドも鎖国してんだから、むしろ静かな沿線民には朗報ですよ。その武蔵野線は東所沢府中本町間で運休、車両基地がギリギリ東所沢にあるので本数の問題はありません。八高線は駒川八王子間で運休となります。新幹線ではまず東海道新幹線は全列車新横浜止まり、列車がパンクする可能性があるので一部は名古屋止まりや静岡止まりになるでしょう。東北新幹線は東京行き全列車大宮止まりと簡単なように言っていますが、多分ダイヤはめちゃくちゃになり、もはや運転すらできない可能性もあります。小田急線は運用分離によって対応できます。都内区間は新宿から成城学園前、新百合ヶ丘相模大野駅の区間は県境を盛んに行き来するため運休、多摩線発の各駅停車は向ヶ丘遊園駅まで運転できそうです。しかしこの区間の運休で快速急行は運転できなくなります。北目検車区のメトロ車もあるため千代田線との直通運転はなんとかできそうです。京葉電鉄では京葉線、井の頭線、高尾線、競馬場線、動物園線は全線で運転可能ですが、相模原線は調布若葉台間で運転できなくなります。都営新宿線との直通運転は大島までで可能だと思います。京急線は京急蒲田と京急川崎で分割しますが、京急蒲田で折り返しができないので品川羽田空港間固定、京急川崎より南の区間での運転となります。しかし京急線は都内に車両基地を持っていないので、
神奈川県の京急川崎、神奈川新町、金沢文庫の車両基地から改装してくるか、乗務員の移動もできないとすれば、都営浅草線、京成線の車両を代走させることもやむを得ません。ただし、代走線は全線で運転可能です。その京成電鉄は、京成上野、京成高砂間と、京成八幡、成田空港間で運転可能です。幸い、高砂や総合参道など、どちらの区間にも車両基地がありますので、本数の確保は問題ないでしょう。上野、高砂間は普通列車のみ運転。押上線の列車はすべて都営線、京急線に直通させ、京急の車両不足に協力するでしょう。首都圏新都市鉄道改めつくばエクスプレスでは、秋葉原、八潮間で運休となります。運転間隔を維持するため、普通列車のみでの運転スタイルが予想されます。相鉄線では埼京線での直通運転ができなくなることで、相鉄線単体化、羽沢横浜国大までの運転となり、泉の線特急を含めた旧ダイヤが復活する可能性があります。場合によっては埼京線の233系も参戦して本数確保を図ることになるでしょう。西武新宿線は西武新宿東村山間、所沢本川越間で分割運転。池袋線は池袋清瀬間と所沢飯能間で分割運転ができます。また多摩川線、多摩湖線、国分寺線、西武園線、拝島線、秩父線は全線で運転可能です。副都心線、有楽町線との直通運転は可能ですが、東武線、東横線が完全に入ってこないがゆえ、副都心線の運用はほぼ全てを西武が担うことになるでしょう。しかし西武池袋線、都内側の車両基地と電流線を全て使っても、重量編成が宝屋で3本、石神井公園3本、池袋2本の8本しかおらず、前夜に準備できなければ西武池袋線は1時間に1本のレベルまで落ちます。新宿線はもっとひどく、上石神井車両基地が使われなくなり、新宿線全車両の9割が埼玉県の南入曽車両基地所属のため、玉川上水所属の3本のみで運行せざるを得ません。まずは東横線から。折り返し設備が全然ないため都内区間は全面運休。横浜から武蔵小杉まで営業し、下りは奥沢で潰した目黒線の線路を日吉まで使い、営業できるのは武蔵小杉、横浜のみ。日吉対比が可能だった場合、かろうじて確定と特急のみで運転ができたとしても、運休している横須賀線の代わりになるので混雑が予想されます。田園都市線も都内区間は全面運休。神奈川県内は鷺沼、中央林間で確定のみのダイヤ。大井町線は大井町、二子玉川間であれば運転可能。目黒線は目黒、奥沢間で運転。都営、メトロとの直通運転は理論上可能です。その他玉川線、池上線、世田谷線は全線で運転可能です。東京メトロでは路線によって様々です。銀座線、丸の内線は問題なく運転できますが、日比谷線は東武線と竹の塚まで直通運転。西新井の車両基地が使えるので本数の問題は多分大丈夫です。東西線は中野、東陽町と妙典、西船橋間のぶつ切り運転です。どちら側でも JR 線との直通運転ができます。千代田線は常磐線との直通運転は叶いませんが、小田急線の成城学園前までは直通ができます。都合がいいので綾瀬駅と北綾瀬駅が交互で運転されることになるでしょう。有楽町線は新木場の車両基地が生きていますが、元住吉、和光市、森林公園にいる車両は持ってこれないので本数には困るでしょう。半蔵門線は東武線も東急線も直通運転できないでしょうから、全車両線内完結になるはずです。南北線は埼玉高速鉄道が直通できないので、不足分は東急に頼りっきりになるでしょう。最後の副都心線は大変なことになります。副都心線唯一の車両基地である和光研修区が埼玉県のため使えず、さらに和光市、地下鉄成増間が運休になるため、東武線の車両も使えない上、東横線は都内区間全面運休のため東急線の車両も持ってこれない状態になり、使えるのは小竹向原から地下鉄成増まで走ってくれる有楽町線と、唯一助けてもらえる西武線のみで細々と運行するに他なりません。都営線は大江戸線が通常運転、新宿線が本八幡、大島間を運休して運転、浅草線はエアポート快特の運転を中止して運転、三田線は運休などは行わず、南北線との兼ね合いで本数を調整しての運転となります。また日暮里・舎人ライナー、都電荒川線とゆりかもめについても通常運転です。伊勢崎線では浅草・竹の塚間、北越谷から北の区間のぶつ切り運転になります。ただし都内区間はスカイツリーふもとの車両基地にあるわずかの車両での運転となるため、最悪特急車両による普通列車代走もありえます。
東上線では池袋なりますか、和光市小川町間でパックリ割れます。東京をかすりもしない野田線は全線通常運転、都内完結の亀戸線、大師線も通常通り運転です。三席はまとめてご紹介。まず東京臨海高速鉄道臨海線は埼京線がピストン輸送してくれれば多少歩数は減るけど問題なく運転できますが、台場のレジャー施設にパリピの人にも来やしないので需要はあまりありません。東京モノレール羽田空港線は全線で通常通り運転ですが、東京に入ってくるものを全てシャットアウトするということは空港も閉鎖されているはずなので路線自体の需要はゼロに等しいです。横浜高速鉄道みなとみらい線と子供の国線はどちらも問題なく運転できますが、子供の国も休園、ベイクウォーターも中華街も営業していない中、利用はほぼないでしょう。埼玉高速鉄道は鳩ヶ谷浦和美園間でピストン輸送、南北線との直通運転を速攻中止です。北総鉄道はヤギで印旛日本医大館で営業可能、羽田がダメでも成田はギリギリ営業できるはずですから、次々流れ込んでくる訪日外国人を沿線のホテルにぶち込めば万事解決です。しかし芝山鉄道はそうはいきません。ダイヤがうまいこと言ったのか、京成さんのご好意かわからない成田空港まで徒歩10分という間違えたら即死の東成田駅を通る羽田発芝山千代田駅ももちろんありませんから、最悪 2.2 キロで運転終了というもはや運転体験レベルの列車が爆誕します。仙台完結じゃ東京に行けない東洋高速鉄道、東西線となんとか直通にこぎつけたとしても今度こそ本当に名前詐欺になりそうです。多摩都市モノレールは松ヶ谷多摩センターの間で県境をまたぐため、その区間を回送列車にすれば松ヶ谷までは営業運転ができますが、それもできない場合営業運転区間は高松上北台間のみになります。 JR 貨物はしぶとく生きれるはずです。東京に行かなきゃいいんだからお前ふざけてんだろと言いたくなるほど遠回りすればいいんです。例えば武蔵野線新座貨物から営業距離 40.1 キロの横浜羽沢貨物まで行くとしたら、東北本線を北上、上越線、飯山線、信濃鉄道、篠ノ井線、中央本線、美濃部線、東海道線、東海道貨物線を経由し羽沢に至る総延長 727.2 キロという何ともふざけた行き方をすれば営業距離でお金が取れるというわけです。まあそんな汚いことを JR 貨物がやるはずがありませんが、貨物に関しては何とも言えません。多分東京港で跳ねられた貨物船がみんな本木とかに集まって根岸線がパンクします。ということで以上、もしも東京でノックダウンが実現したらでした。最後までご視聴ありがとうございました。危ないですから黄色い天地ブロックまでお下がりください。